人気声優が大集合、本音でイエスノートーク。さあ、ということでスペシャルゲスト人気声優の皆さん遊びに来てくれました。よろしくお願いします。さあ、この後の進行、私安藤久しぶりに担当します。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。アンディ、お世話になります。安藤さん、よろしくお願いします。恐縮です。こちらこそお願いします。さあ、ここからですね、大注目の声優業界について聞いてみたいクエスチョンを皆さんにぶつけていきたいと思います。はい、声優の皆さんにはそれぞれイエス、ノーで答えていただきながら、気になる声優業界やその凄さを楽しく掘り下げていこうと思っております。さあ、改めて皆さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ではですね、まずはゲストの声優の皆様をご紹介させていただきながら、演じてきたキャラクターの声も特別にご披露いただきましょう。贅沢でございますよ。まずは生です。三谷裕二さん、お願いします。はい。さあ、ご覧のような作品がたくさんあります。ねえ、そう、全部知ってる感じ。キャラクターやるんですね。はい、では上杉達也さんからよろしいですか。三谷裕二です。キャラクターやります。聞いてください。まずはじゃあ、タッチの上杉達也からです。上杉達也は世界中の誰よりも朝倉みなみを愛しています。ありがとうございました。はい、続きましてこんがりやります。はい、お願いします。ブセンブリだが、そんなこと言うからいけないんだよ。すごい。マルゴの坂をやります。はい、お願いします。せいや、私はバルゴの使者か、神に最も近い男だ。はい、はい、どうもありがとうございました。海王神やります。あ、やるんですね。はい、お願いします。やっちゃいけませんか。いや、どうぞどうぞ、お願いします。悟空さん、ブーだ、ブーがやってきた。以上です。どうもありがとうございます。もう最後の一つはもうサービスですけど、ありがとうございます。贅沢でございます。さあ、続いては山寺宏一さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、やはりこちらから参りましょうね。あの、自分でフルシステムですか。意外と照れくさいんですけど、先輩がやってるから。じゃあ一応僕振りますね。はい、さあ、それでは出番させて、銭形警部お願いします。はい、ICPO の銭形であります。ルペン逮捕だ。おさあ、それでは続いて、ソレイケアンパンマンの名犬チーズ。素晴らしい。さあ、呼ばれて飛び出て、じゃ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 、大魔王でゴリアルよ。ありがとうございます。先走ってしまいました。本人自らありがとうございます。さあ、続きまして、梶裕貴さん、お願いします。はい、お願いします。さあ、はい、それではまず最初に、はい、そうですね、じゃあミックスの橘トーマ。はい、はい、どうも、明星学園でピッチャーやってますと思ったら、大先輩の上杉達也さんに初めて会いました。よろしくお願いします。はい、つながってる。そして広瀬浩一君、ジョジョの奇妙な冒険ですね。はい、うわー、ここがバラエティのスタジオなんだ。全力で楽しむぞ。エコスアクトワン。そして、ヒュンケル。はい、まさかこの俺が令和によみがえり SNS バラエティに出るとはな。アームド、クレイ、ブラッディースクライド。どこにいるんだ。オリジナルも混ぜていただいてありがとうございます。さあ、これは進撃の巨人のエレンもね、ちょっと 聞いてみたいなっていうのはあるんですけど。はい、あ、もちろんよろしいですか。はい、お願いします。この世から巨人を一匹残らず駆逐してやる。おお、いただきました。ありがとうございました。たまらんですね、なんかね。はい、さあ、続きまして伊勢マリアさんです。よろしくお願いします。さあ、披露していただくのがイエスプリキュア5から春日のうらら。こちらから参りましょう。はい、プリキュアメタモルフォーゼ、はじけるレモンの香り、キュアレモネード。ありがとうございます。なんか次から次へと本当にありがとうございます。さあ、続きましてハンターハンターのキルアですね。お願いします。強力な電気、生まれた時から浴びてたぜ。家庭の事情でね、
はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ続けてまいりましょう。ワンピースから菊之丞お願いします。拙者は侍です。おたわむれを癒やしきはあなたの心。はい、ありがとうございます。さあ、それでは続きまして石川由依さんお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では披露していただけるが、まずはバイオレットエヴァーガーデンから、バイオレットエヴァーガーデンお願いします。お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記人形サービス、バイオレットエヴァーガーデンです。ありがとうございます。これ個人的なプチ情報なんですけども、ある番組でご一緒した前園さん、あの元サッカー日本代表の前園さんが大好きなんですって。ああ嬉しいです。すいません、ちょっとプチ情報でございました。さあ続きまして、進撃の巨人から三笠カーマンお願いします。エレン、もう一回いきます、ごめんなさい。緊張で、もう一回いきます。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。はい。さあ、そして最後はトロピカルージュプリキュアからキュアパパイヤ一ノ瀬みのりお願いします。プリキュアトロピカルチェンジ、ひらめくフルーツキュアパパイヤ。すごい、ありがとうございます。さあ、それでは続きまして竹内俊介さん、よろしくお願いします。お願いします、竹内です。さあ、披露していただきたい。まずはウルトラマンシリーズのゾフィーから。はい、シェア、よし、みんなの力を太郎にシェア。気合い入ってます。さあ、続きまして遊戯王ブレインズからリボルバーお願いします。大好き竜よ、その獰猛なる牙を今銃弾に変え撃ち抜け、シンクロ召喚、現れよバレルロード、サベージドラゴン。はい、ありがとうございます。さあ、それでは最後にですね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのピーター・クイル、そしてスター・ロードお願いします。いやー、俺の名前はピーター・クイル、スター・ロードって呼んでくれ。ありがとうございます。さあ、ということで6名の人気声優さんとこれからイエスの本音トークを楽しんでいこうと思いますが、ねえ、天野さん、はい、贅沢ですね。贅沢ですね。しかもなんか声だけで映像が浮かぶというかね、そのキャラクターが、すごいですね。楽しみでございます。さあ、とにかく今声優さんの人気が半端ない状況でございまして、今回も相当熱い、ね、あの視聴者の方もいらっしゃると思うんで、存分に楽しんでいただければと思います。はい。さあ、それではですね、今回来ていただいた声優の方々の中には稲垣さん、草薙さん、香取さんともご共演はゆかりのある方もいるそうで、山寺さん、はい、お三方との共演等は。僕はもう慎吾君はもう大葉、はい、ね、はい、私ドラマとかあとアニメでも物のけ島の亡きフレンズってやつで、そうです、赤鬼と青鬼を、いろいろ一緒させていただいて。稲垣さんはドラマで、はい、用意者の稲垣さん主演ので、僕ちょっとだけレギュラーで出させました。お芝居でね、はい、共演させました。あの草薙さんは、はい、あのロボッツという吹き替えの映画で、はい、共演させていただきました。さすがですね。山寺さんとまず本当にいろんな方の共演劇がね、そう振られても難しいと思いますが、よろしくお願いします。さあ、そして三谷さんはいかがですか。僕たちじゃないや、僕は、はい、僕たち4人だったんですよ。4人は僕たち、バーベキュー仲間です。バーベキュー仲間、あのうちで一回バーベキュー大会をやって、その時にみんなまだデビューしたてで、はい、うちでバーベキューやった思い出があるんですが、それはなぜやったかというと、彼らがデビューする時にセイントセイヤっていうミュージカルを青山劇場でやったんですね。その時の脚本を書いたのが僕で、僕も出演もしてたんです。そんなことで仲良くなって、でそうこうしてるうちにもうあっという間に人気が出て、で、あの慎吾ちゃんと赤ずきんちゃちゃっていう番組で、そうです、アニメーションでレギュラーで、レギュラーで1年ぐらいやったよね、あれね。あれは赤ずきんちゃちゃを三ツ矢さんとご一緒させていただいてたのは30年ぐらい前です。そうですよね。だって14歳とか15歳、そうそう、でお父さんと同じ年だって言われてガクッてきたことがありますよ。赤ずきんちゃちゃでリー役っていうあの役をやってて、もうその頃忙しいから、とにかく
寝る間も惜しんで仕事してたから、うん、スタジオでもう本番になってるのにこうやって寝てんですよ、慎吾ちゃん。それで、はい、出番が来そうになると起こすんですよ、はい、とパッと台本持って前に行ってピタッと当てるんですよ、こいつは天才かと思いましたね。さすがだなと思って、やっぱり選ばれし人間なんだアイドルはと思いましたもん。でも皆さんにも三ツ矢さんとか日高のり子さん、はいはい、富永美奈さんとか皆さんが僕の体を持って、僕を持ってマイクの前に連れてってもうね、疲れ切ってたもんね、あの時すごい人気で。あとゴロちゃんとは、はいはい、ゴロちゃんがもう覚えてるかどうか分かんないけど、はいはい、青山劇場の、うん、廊下の端の方に僕を連れてって、三ツ矢さんにちょっと話があるんだけどって言って、うん、連れてって、うん、三ツ矢さんが僕のこと好きなのは分かっているけど、僕は三ツ矢さんのものだけじゃないからねって言ってすごいすごいですね、それ。稲垣さん覚えてますか？はい、すごい真面目に演じた覚えがある。はい、分かりました。結構やっぱりこう思わせぶりな少年だったんでしょうね、うん、あのね、セイントセイヤって舞台に、まあ、初めてぐらいみんなやるんで、うん、その戦士の役、セイントセイヤ、はい、歩き方ができてないって演出家に言われて、演出しなかったんだけど、歩き方の練習をね、みんなやってくれって言って、なぜかゴロちゃんが一番できなかったんですよ。だからゴロちゃんばっかついてやってた時に、どうもゴロちゃんは自分に僕が好意がある、もちろん好意ありますけど、あるんだなって思って、僕は片隅に連れて行かれたんだなと思いますけど、いろんな思い出出てきますね。さすがですね、皆さんありがとうございます。さあ、そして伊勢マリアさんなんですが、なんと小学生の頃香取さんとお会いしてるっていう、覚えてます？そうなんです。覚えてますか？もちろん覚えてます。覚えてますか？覚えてます。どこで？どこで？実は、はい、遊園地で、はい、横浜にある遊園地で、多分本当開園した当初の遊園地で、その観覧車がすごく有名なんですけど、そこに並んでた時に目の前にいらっしゃったのが香取さんだったんです。だから今覚えてるわけないんですけど。覚えてますよ。遊園地でロケとかをねしてたのかな、僕が。そうですね、プライベートだったような気がする。プライベート、そのぐらいにしといてもっていいですか？そうですね、はい、でもすごくなんか ファミリーというか、なんか大人数でいらっしゃって、ずっとあ、香取さんだと思って、私は小学生ながらずっとこうやって見てました。覚えてるわ。覚えてるか。そうじゃん、あの時、そうそう、香取さんは覚えてるんですよ。はい、香取さんは覚えてるんです。さあ、続きまして石川さんはいかがですか？何か、あ、私初めてのテレビのお仕事が香取さんのジュブナイルのテレビ CM だったんです。香取さんがいらっしゃる映画の主演されてたやつのテレビ CM、 エキストラみたいだったんですけど、それのテレビ CM が初めてのテレビのお仕事でした。あの時の覚えてますか？もうダメですよ。嬉しいな、皆さんそうやって、ね、つながってる。いや、あと母親が、はい、まあ、3人ともファンなんですけど、はい、特に稲垣さんのファンで、まあ、今日すごい羨ましがられました。いやいやいや、僕も最近の中で一番バイオレットエヴァーガーデンが一番好きなアニメだったんで、もう嬉しいです、本当です、本当。今日始まる前に言ってた、今日嬉しいんだ、会えるから。嬉しいです。あと前園さんも好きです。そうなんですよ。バイオレットエヴァーガーデンすごいですね。ファンすごいですね。ゴロちゃんと前園さん、劇場版まで見に行きましたね。アーティストからスポーツ選手も、はい、さあ、ということでございまして、さあ続きましょうか。この後スペシャル企画に参ります。その前にここでマネキンチャレンジ。マネキンチャレンジ。さあ、声優の皆さんもご協力ください。はい、マネキンチャレンジに行くそうです。行きましょうか。マネキンチャレンジ、これはなんだ。これはプレゼントですね。プレゼントはこちらのお蕎麦とうどんになっておる感じです。こちら春色上蕎麦ボックスをプレゼント。中には4つの袋が入っていて、ピンクの桜うどんが2つ、イエローの田舎蕎麦が1つ、グリーンの茶蕎麦が1つ入っています。外出も難しいので、ご自宅で美しいお蕎麦とうどんをお召し上がりください。ぜひ。ということで、そしてこちら、もう第2回目のハッシュタグ、こちらになってます。人気声優アフレコ実演、いきましょう。応募方法をおさらいします。
スマホで見ている人はツイッターを起動してください。まずアベマ公式ツイッターをフォロー。こちらがハッシュタグ、これね、はい、このハッシュタグ人気声優アフレコ実演となっております。それでは2分間のマネキンチャレンジいきますよ。皆さん大きめの形でそのまま2分間止まってください。はい、はい、マネキンチャレンジスタート。シャツと乾いた空かざしたての行方、重いまぶたまどろむ昨日の夜更かしが、やわい午後の日差しへと溶けてゆく。当選者はこの後番組内で発表します。お楽しみに。6月6日は3時から7人イエスの本音トーク、最初のクエスチョンに参りましょう。まずはこちら。ワンシーンで100テイク以上やったことがある。これは皆さんどうでしょうか。100テイクワンシーンですよ。すごい人たちだ。さあということでございまして、皆さんいかがでしょうか。一斉にお出しください。どうぞ。マジ結構いらっしゃいます、びっくりしました。ちょっとさあということで、イエスね、僕本当こんなにいらっしゃると思わなかったんで、ちょっと若干うろたえてるんですけども、2方イエスということなんですけども、これお三方どうですか。ワンシーンで100テイク以上、どういう状況なんですか。いやいやいや想像つかないですよね。なんかワンシーン、そうなんです。ワンシーンというか一言ですね。一言一言で100、一言で100テイク以上撮りました。子役やってたんで、10歳の時から普通のお芝居とかね、テレビや映画のお芝居慣れてたんだけど、アニメーション初めてやった時主役で、よく名乗りを上げるじゃないですか、なんとかかんとかみたいな、それが子役時代から来てるから、どうやってやっていいのか分かんなくてできなかったんですよ。武器の名前を言ったりするのは、なんとかかんとかっていうのはあれはできなかったんですよ。でコンバトラー V って言わなくちゃいけなくて、でそれがコンバトラー V のコンバトラー V ダメ、なんとかって一応もうガーッてやったんだけどダメで、 OK 出たの146テイク目、コンバトラー V 一言で。コンバトラー V やられてたんですね。コンバトラー V の僕は。あ、そうだったんですね。そうそうそう、子供の頃ね見てました。 OK がどれだったんですか。そう、どういう146で OK だったんだけど、まあいいやみたいな OK だったんですよ。それで1週間練習してきてねって言われて、でまあ、ある野沢雅子さんっていう有名な声優さんにアドバイスをもらって、はい、ユージさ、
時代劇でさ、やーやー我こそはって名乗るやつあるじゃない、うん、だからああいう感じでやったら気持ち的にできるんじゃないかなって言われて、で僕その頃あの井の頭公園の近くに住んでたんで、井の頭公園に行って朝早くに行って、うん、コンバトラーブイコンバトラーブイコンバトラーブイ何度も何度も言ってたら、そのうち幼稚園に通う子供たちが一緒に来てみんなでコンバトラーブイちょっと変なおじさんになっちゃったんですけど、でもその回あってあの 2週目の時はあのテイク3ぐらいで OK になって、オンエア見たら1回目のコンバトラー V もその2回目のテイク3が使われてました。やっぱり146テイクでも NG だったんですね、これ以上やるともう声がもう使えなくなっちゃうっていうんで、それで OK 出されたと思うんですけど、すごく厳しかったです。もうちょっと泣きたいっていうか情けなかったですね。で周り先輩だらけで、でもみんな終わってるのにずっと待っててくださって、それでそれが普通だと思ってたんですけど、実はそんなことはなくて、そんなこと絶対ないよ、でもみんな終わった後に飲みに行こう店やって連れてってくれて、どこが行けなかったみたいなこと言ってくれるんですよ、だからみんな待っててくれたんだって、すっごいあったかい世界だなっていうのが僕の声優初体験だったので、もうファミリーみたいですごくありがたかった、もう涙出ました。146つらいですよ。ですよね。3つ前ぐらいが良かったかなって言われたんですけど、もう3つ前なんて分かんねえよみたいな。リアルタイムで世代的に見てたので、うん、その裏にこんな黒かったのよくありましたよ。そうそうそう、バトルチェンソーとかにも大変でした、うん、もう。多分僕だけ興奮してると思います。でも、うん、コンバトラブイ、はい、あと他に何かありますか、うん、聞きたいこと。はい、伊勢さん、伊勢さんは、はい、んイエス、あのこれ私あの機動戦士ガンダムユニコーンっていう作品で、あのエピソード4で登場するあのジオン軍の女の子を演じさせてもらってたんですけど、まあそのエピソード4におけるまあヒロイン的なポジションの女の子だったので、まあ音響監督さんからまあそんなんじゃこう怨念が足りないみたいな感じで、もっとこう復讐心というかもっとこう恨みをもっとぶつけてって言って、やっぱりそのワンシーンにもやっぱいろんなセリフがあるので、もう本当一つのセリフにつきも20、20、20、20ぐらいテイクを取ってって、でいい意味ですごく追い込んでくださったので、まあ最終的に本当にその役と結構気持ちがシンクロして、もう最後は裸足になって、もう台本 もう手放してセリフ覚えちゃって、もう髪を振り乱しながら言ってオッケーみたいな感じでした。すごい、すごい、ね、司会忘れて普通に聞いちゃいますね。茨、ね、の道があるんですよ、みんなね、はい、いやなんかね、こう来たことがね、100テイク以上ということですけど、ちなみになんかこうノー、さすがに100テイクはないけど、じゃあこれぐらい多いみたいなね、どうですか、うん、皆さん気になりませんか、どうですか、うん、そうですね、最高、最高って言っていいのか、うん、一番多くて、そうですね、一番多くて、山ちゃんなんてほとんど NG ないでしょ。そんなことないですよ。ほとんどないでしょ、まあ、あっても3つか4つで OK でしょ。え、いやそんなことないです。あのチーズだって何回もやるときありますし、チーズ何回やるんですか、前やったやつを何回も使ってんだろうって毎回撮ってますよ、30何年間、毎回やったらしいの、月曜朝10時から、あ、そんな言わない方がいい。撮ってますよ、毎回ね、すごい、違うのをちゃんとやってるんですね、オリジナルをね、毎回、そうですね、そんな100とか全然もういろいろスタジオ代とか心配になっちゃって、メンタル弱いからそれ耐えられないと思う、声出せない、あ、スタジオ代があったから146で OK が出たのかな。いや限界だ、そういうことでもないと思います、 ねなかなか見ないです、そんな、最近どうですか、竹内くんとか、うん、いやでもそうですね、僕もでもデビューした時が高校生で、でその時やった役が30代後半ぐらいのアイドルのプロデューサーみたいな役割 で、 その高校生で若い女の子たちをまとめるみたいな役だったんですけど、それをやった時は結構居残りも食らって、まあ、それで20とか30は全然やってましたね。それはあとそのテイク数もそうだったんですけど、一回やってちょっと考えますって言って向こうでそのシンキングが始まるって、それが結構長くて、普通に一言喋って30分ぐらい向こうでいろいろとダダダダって喋って、はい、まとまったんでやってくださいって言って、ベラベラ喋ったらまた違いますみたいな感じで、もう一回考えます15分みたいなのが結構あったりっていうのがありましたね。でも時々わけのわかんない音響監督がいると、どうやってやっていいのかわかんなくなっちゃう時あるよね。そうなんですか、うん、やっぱり音響監督さんもいろいろなので、あの感じる感性が違うと全然合わないですね。だ
僕ね、ウドちゃんのことを、はい、あの音響監督で演出したことありましたけど、ありがとうございます。全然会えませんでしたね。まさか俺ぴったりでしたよ。いやいやいや、あの天野さんはすごく上手だったんですよ。2人ですっごい上手だったんだから。ありがとうございます。ウドちゃんはもう大変でしたね、あの時も。ここに来てのダメ出し、ありがとうございます。まだ覚えてた。金近さん、なんか聞いてみたいこととかありますか？何ですか？聞いてみたいこととかありますか？今の話聞いて、はい、はい、聞いてみたいこと。ああ、はい、でもそうですね。彼氏やったことある？声優を。声優自体はやったことないんですけど、うん、遊びで、うん、あの実はあの毎週のようにテレビで僕、うん、アフレコとかやってるんですよ。やってんの？なんで？遊びでですよ。そういうコーナーがある。当ててんだ。俺のカネチーのキュンデス劇場っていうコーナーがあって、うん、そこで実際の声優さんとかを招いて、結構セッションとかかましちゃってるんですよ。ただやっぱそこで見るその実力の違いというか、おふざけで結構なんとなくでやってるのと本気でやってるの温度差半端じゃないんですよ。そうでしょうね。なんか素人が、素人というかこういう人が遊びでそういうのやってるのってどう思いますか？はい、よろしいんじゃないですか？遊びでやってる分にはね、いいと思いますよ。いい、それに、まあ、底辺をこう増やしていくという意味での底辺ですね。一番下の、はい、頑張ってください。で本気で来られるとね、本気でガッと来られると、はい、そうじゃなくても新人どんどん出てきて困ってるんですか？すごいね。量が上がってるのに新人どんどん出てきて、増えて増えて大変なんですよ、声優。さっき伊勢さんがセリフ NG いっぱいで覚えちゃうぐらいって言ったじゃないですか。ドラマとか映画とかっていうか声優じゃないお芝居って覚えてやるじゃないですか、うん、でも声優さんのって台本をこうそっとこうめくり、うん、ここ見ながら、あれ覚えてやるのはまた違くなってくるんですか？あの直しとかがあるから当日に、だから覚えていっても直されちゃったりとかカットされちゃったりとかするから、どうしてもやっぱり台本に頼っちゃいますね。そうだよね。そうです ね、はい、覚えてくる人もいるんですか？昔いますよね。昔アライグマラスカルっていう作品があって、そのアライグマラスカルの少年やってた宇都宮くんって男の子は全部覚えてきて、台本の直しがあるとちょっと待ってくださいねっつって、スタジオのソファのところでこうやって考えて、はい大丈夫ですっつって全部覚えてた。小学生、天才と思ったもん。小学生で、子役では覚えてる人結構多いです。多いね。こうめくるいろいろよりも図も入って、やりやすいです。あともうちっちゃい子なんて、あのマネージャーの方が肩叩いたら喋るみたいな、肩たたき人形みたいな感じ。でも結局自分のタイミングで喋れないから、そうですよね、絵にシンクロさせなきゃいけない部分があるから、労力をそっちに行くのかなっていう。うん、ちなみに僕チーズは覚えてます。2文字ぐらいでしょ。でも時々喋るんですよ、長くてチーズが。あんあんあん時々喋るんですチーズが。本当ですか？美味しいとか言ってもらうチーズ。美味しいって言ってた。凛太郎さん、なんかありますか？その急に監督に無茶振りされたこととかあるんですか？あの女の人の悲鳴をやってくれって言われたことあります。女の人が一人いたんですけど、はい、ガラガラ声の女の人で、はい、私だっていう役だったんですよ。その人が悲鳴を金役で一言あったんですけど、ギャーッとしか言えなくて、絵は若い女の子だったんですよ、金髪の、はいはい、三谷さんすいませんけどこれやってもらえますかって言って、あ、すごい。すげえ。すごい。無茶振りです。カジさんとかなんか無茶振りとかありますか？そう、無茶振りというか、そのまあ一人の青年がいたとして、その少年期とか幼年期とかって、まあ男のその男性の声によっては女性、別の女性の方が声優さんがやられることがあるんですけど、うんうんうん、結構僕声が高めなので、その少年期も自分でやったりするんですけど。赤ちゃんの時もちょっとできればやってみてくださいって言われて、でもしチャンスがあるならやりたいなと思って、まあちょっとしたオーディションみたいなのをやったんですけど、落選しました。さすがにちょっとやりたかったんですけどね。少年はやったということですね。少年はやったということですよね。さあ、ということで石川さんどうですか？なんか無茶振りみたいなのあります？あ、急とかじゃないですけど、なんかキャラクターとしてもう言葉を一切喋らず、あとかうだけで全部感情表現しろみたいな作品とか、いつか喋るのかなと思って演じてたんですけど、感情があるので結局喋らずに終わりましたね。無
難しいでしょうね、でもね、後から歌ってるそうですね、息芝居ね、要するにアニメ独特の息芝居、息で芝居しますよね、ブレスの息、息芝居、いや、息なんですよ、息の芝居があるんですよ、息で芝居しなきゃいけない、勉強になるな、奥深いっすよ、深いっす、もう先生ですね、みたいな、はい、さあ竹内さんどうですか、なんか無茶ぶり、僕だとそうですね、なんか声優ってその声優もそうですけどアニメのキャラクターとかあの外画の人がこう何か物を食べてたら結構こう、クッククッとか言ってこうなんか食べてるようなアドリブをするってことなんですけど、この間最近流行りのもうついたかもしれないですけどタピオカを吸ってる音をやってくれって言われて、それは結構どうしたもんかなってなりまして、ただこう吸うだけじゃなくてちょっとこう要するにタピオカのあのダマがあるじゃないですか、ってやるだけだとちょっとなんだろう飲み物飲んでるみたいになっちゃうからちょっと引っかかりようみたいなところでもうちょっとこうとかなんかこういうすごいって感じでやったらいけるかなとかなんかそういう感じで何度か試行錯誤しながらやったりとかもありますね。志らくさんにもやってほしかったですよね。本当に今タピオカに聞こえませんでした、聞こえましたすごいタピオカ出てこない。さあ逆にじゃあ皆さんレギュラーメンバー皆さんで仕事で無茶振りされた経験って何かありますか。無茶振り、今自体が無茶振りですけど相当、はい、いきなり無茶振りされたことと聞かれても難しいかもしれませんが、こういう監督にこういうこと言われた、これドラマでも映画でもバラエティでもいいんですけど、僕でも本当に水谷さんと会ったその14歳15歳の時の赤ずきんちゃちゃっていうので声優さんに入らせてもらったのは無茶もいいとこですよね。そんなことでもなかったよ、よかったよ、いやもうだってみんな半端じゃないじゃないですか半端じゃない、なんかでも自分の役だけじゃなくやるじゃないですか、でも新人だとしたら、うん、もうかなりのレベルだよ、あのね本当に何にもしてないのに力入ってるのにテンション高いの、うん、だからそこだけですごいなって思ってた、あのなんて言うんだろう、自分のメインの役じゃないエキストラみたいないっぱい人がいるシーンとかで急にそのみんながムクって立って、あーやめてこっちやめて、あー何ありますよ、なんかそういうの、あのねガヤって言うんですよ、群衆シーンを、例えば居酒屋さんの周りにいる人たち、メインじゃない人たちのガヤ、だ居酒屋のガヤをやると、みんなやるよ、居酒屋のガヤ、せーの、いらっしゃい、すごいすごい、これが居酒屋のガヤ、次はすみません、ちょっと今行きます次、いいですか行って、あの次はじゃあホテルのすごく上品な方たちの何かパーティーかなんかがあった時のガヤをやってみましょう、せーの、はい、久しぶり、元気ですか、いやだすごい、このワイン結構美味しいです、いや何年ものでしょうか、上品だな、すごいよ、はい、という感じでガヤ、すごい、さあこの後もまだまだ続きます、次回6月6日午後3時さあイエスの本音トーク続きましょう、続いてはこちら、びっくりマークが10個並んでいるだけの台本でも演じることができる、うん、さあ皆さんいかがでしょうか、10個並んでます、これマークですよね、さあそれでは皆さんお上げください、どうぞできる、うわー、え全員どういうこと、全員イエス、すげー、え、ちょっと待ってください、今度は全員イエス、はい、うん、10個です、びっくりマーク10個、言葉なしってことですか、言葉なしなんですけど、だいたいあの10個で基本僕教わったのがあ行とは行でだいたいちゃうよって、あ、い、う、おなるほど、あとは行は、は、ふぅ、だいたいこれだけで10個、すごい、それ以外にももちろんありますけどね、げとかがとか、
お振り返るとき普通何も言わないじゃないですか。でもアニメってね、振り返るときなんか言うんだよね、うんとかね、えとか言うんですよ。なんか山寺さんが珍しい生き物を見るように三谷さん今のア行とハ行びっくりしたんですよ覚えとこうと思って吸収してる。だってこれイエスってやらないと関係者見てるからあいつできないんだって思ってますから。あんなイエスに決まってるじゃないですか。でもここでやれって言われたらとかちょっと迷いましたよね。7個と8個で差をつけてくださいって言われたら。でも台本ですよ、台本の流れですよね。山ちゃんだったら50音でできるよ。50音50音できるかな。8行でできる。パッあ無理でした。パッパでやるな。8行はボケツを褒めましたけども、でもだいたいセリフがあるとびっくりマークがあったところは入れなくちゃいけないし、アニメはね、アドリブなんかでもね、いっぱいこういろいろ入れたりするよね。うん、なんかセーター脱ぐときに別に音が普通言わないじゃないですか。それもなんかみたいな、ちょっと色っぽかったね。今なんか。じゃあ一人ずつちょっと息をクリマーク。カジさんすいません、ご指名です。はい、すいません、カジさんご指名でなんかびっくりマークを一つ。びっくりマークを一つ、はい、じゃあセーター脱ぐとき、セーター脱ぐとき、いやアニメなんで誇張してますね。多少はね、多少はね、なるほどね、全く見えるもんね。そうそう、ね、3人できます。できます、ね、すごいね。稲垣さんがそれは、稲垣さん、じゃセーター脱いでみようか。セーター脱ぐ、リアルいいかも。本当ですか。今いいかも、うん、ちょっと脱いで。でもなんかそういうの求められる、僕らもねちょっと やったことありますけど、うんうん、びっくりマーク確かありましたね。あるでしょ、あと点点点とか。そう、あとびっくりマークがあってからセリフがあるとかある、だってバイオレットちゃんなんてほとんど多いですよね。あとか、いや、そうですね、なんかおとなしい女の子ってハイとかが多いですね、ハイでいろいろちょっと感情を若干変えるみたいな。ハイで変える、ちょっと難しいですよ、はい、俳優さんはね、まあ、表情でいろいろねできますけど、表情ではできないじゃないですか。絵は変わらないし、絵は動かないので、それにだからアニメーションの場合は洋画の吹き替えよりももっとこう感情型というか抑揚をつけて演じるっていうかいうことをしないと絵は変わらないんだよね。そうですよね、洋画だから楽なんですよ、向こうが芝居してくれるから、うん、だからで音を聞きながらやってるんで、それに合わせてやっていけばできるんですけど、なんか昔って結構口バッチリ合わせないと何度もやったけど、今ちょっとあちょっとは大丈夫です、オッケーって言ってくれるんです、僕らタレントが言ったりすると、うん、今は調整してもらえるんです。そう、機械が発達してるから。昔ももう破天荒な人いっぱいいたんですよ、広川大二郎さんとかね、喋ってないところでも喋ってたりとかね、したりした人もいたんですけど、ぴったり合ってんですよ。今はもう DVD とか映画とか全部使うから、DVD で何度も見る人いるじゃないですか、はいはい、そのためもピッチリ合わせて、今の新人が合わせるのが上手、僕たち求人が合わせるの下手。そうなんですか。求人、まあ、昔の方の方がそれシビアにアナログでやってたなと思って、いや今の新人の子は本当にピッタリ合わせてくるけど、僕たちは割とそういうところはラフな感じでやってたから、で合わせてくれてたのね。今ももっと正確に、なんていうの、機械で合わせてくれるから、多少は OK なんですけど、謙虚でもらっしゃるんですね、そういう意味でもね。立てて、もう下手だなって思いますよ、未だに向上心ありますよ。本当ですね、70を迎えようとする今。わかりました、胸に刻んでおきます、ありがとうございます。さあそして伊勢さん、はい、なんかビッグマーク10個、なんかエピソードも含めて何かありますか。もうほとんど三谷さんが言ってくださった、はい、すいません、ちょっとお察ししますけど、はい、はい、まあ、ほとんど三谷さんが言ってくださったことをまた繰り返す感じになっちゃうんですけど、はい、はい、まあ、やっぱり例えば指がこうピッてこう紙とかで切れた時の、うん、はい、はい、あっていう痛みを伴ったびっくりと、うん、なんか例えば後ろの方に気配がいて、あっっていうこうね、やっぱニュアンスは若干違う、シチュエーションによってやっぱニュアンスが変わってくるっていうお話を、はい、したかったです。かぶってないですよ、師匠なんで、声優師匠なんで、皆さん自信持っていきましょう、本当別に、はい、今ね、弟子なので、はい、弟子なんです私、本当に直属の、はい、もう それが目の前にいらっしゃるんですね、師匠です、もう全然師匠にしていただけたら、マリアいいよ、はい、ありがとうございます。さあ、ということでね、はい、さあ、びっくりマークのじゃ数でね、
その表現が変わるのかどうか、これをちょっとね皆さんには見せていただきたいんですけども、はい、記号を声だけで演じるとはどういうことなのか、カズさん、はい、よろしいですか。カズ別、この話だとすごいやりにくい。ハードルがすごいですね。あの、私でもお察しします。はい、君ならできる。頑張ります。はい、はい、ということでまずはですね、恋人の秘密を知ってしまった時のこちらのびっくりマークということなんですけれども、はい、じゃあこれをじゃあ数によって変えていただいてよろしいですか。やってみます。はい。はい、数どういうこと？じゃあ。では。まずは恋人の秘密を知ってしまった1個お願いします。はい、はい、ちっちゃい、ちっちゃい、もう、もうじゃあ本当にささやくみたいな感じで。そうです、1個だと、まあ、1つだったら結構なんだろう、そこまで大事件じゃないのかな、うん、まだっていう日常の中で知りたくなかったようなことを知っちゃったのかなみたいな、はい、細かいこと。そうですね、はい、はい、さあということで続きまして、恋人の秘密を知ってしまったびっくりマークが5個でお願いします。相当ありました。さあ皆さん5個伝わりましたか、いかがですか。はい、5個でした。5個だ。武藤さんありがとうございます。さあでは続いていきましょう。恋人の秘密を知ってしまった10個お願いします。はちょっと長めに来た。で、ね、でも完全に表情もありましたけどね。すいません、ちょっと動いちゃう。表情絶対ついてくる。ちょっとついてくる。やっぱり表情も当然作りながら出ちゃいますよね。そうですね、もう画面の中のキャラクターと多分自分もだいぶ近い顔になってると思いますね。シンクロっていうか同化しちゃうんだよ ね、やってるとね、うん、向こうが入って手を挙げると僕たち関係ないのに入って手を挙げたりするもん。では続けてまいりましょう。ではたまたま入ったラーメン屋が意外にも美味しかった時のびっくりマーク、これカジさんのことですか。すいません、カジさん、じゃあ1個からお願いしましょう。ラーメン屋が意外に美味しかった時の1個のびっくりマークお願いします。おお、まあ、口に入ってるね、感じですね。そんな感じですよね。じゃあ続いて、たまたま入ったラーメン屋が意外に美味しかったびっくりマーク5個でお願いします。え結構うまいね。7いった。7いった、7いきました、ね、今5です。今5なんですね。10、10、じゃあ10、いよいよいきましょう。たまたま入ったラーメン屋が意外に美味しかったびっくりマーク10個お願いします。おいしすぎて自分じゃ制御効かないぐらいのリアクションが出ちゃったっていうイメージですね。まず吹いちゃいましたね。さあ続いて、じゃあ伊勢さん、はい、これはテーマはどうしましょう。テーマは同じかな。テーマは、はい、ラーメン美味しかった。同じ、同じですか。頑張れ。じゃあ同じで、あ、逆に言うと何が、ラーメン屋さん、ラーメン屋がいいですか。何でも大丈夫です。じゃあ伊勢さんにラーメン屋いきましょう。はい、たまたま入ったラーメン屋さんが意外に美味しかったびっくりマーク1個お願いします。え、お結構可愛い感じ、可愛い。さあ続いていきましょう。たまたま入ったラーメン屋が意外に美味しかったびっくりマーク5つお願いします。10大丈夫ですか。10怖い、10どうなる、10どうなる、ね、さあ、さあ皆さんも固唾をのんで見守っております。じゃあたまたま入ったラーメン屋が意外にも美味しかったびっくりマーク10個お願いします。あこういうアニメありそうですね。なんか今絵が浮かびましたね。わかんないけどアニメの絵が浮かびましたね。よかったですね。はあ、ということで、ね、やっぱりビッ、あ、まだいきますか、びっくりマークシリーズ。さあということで今度山寺さん、俺もういいでしょこれ。いいすっげえ緊張する、見てて。オーディションだよこの年で。お願いしますよ。大丈夫、山ちゃんなら。油断してると来ますからね、お願いしますね。はい、さあ続いては、山寺さんにはタンスの角に足の小指をぶつけてしまった時の、びっくりマークいきましょう。まずは一つ目です、お願いします。声だけ、声でやりましたよちゃんと、ね、ちょっとエロい感じがよかったね。じゃあそれでは続きまして、タンスの角に足の小指をぶつけてしまった時の5つびっくりマークお願いします。どうぞ。痛い、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 痛
まず凛太郎さんが手叩いてましたね。分かりますよね。さあ続きまして、タンスの角に足の小指をぶつけてしまった時の10個のびっくりマークお願いします。もう笑けてきたんですよ、ね、逆にちょっと違ったな。あの大喜利みたいなそうじゃないんですよ、ちゃんと3つ目で落とす絵の表情があってこそなんですよ。でも本当に痛い時はそうなりますもんね。声も出ないもん。いやそんなに納得してないですよね。痛すぎて笑けてきたんですね。ウドちゃんのみたいな。タンスのウドちゃんのみたいな。どうしよう、やってます。いいですか。あ、じゃあ、あのオーディション、ね、オーディションです。角に足の小指をぶつけてしまった時にまず1個のびっくりマークをします。はい、ということで、じゃあ流れでじゃあ行ってみましょうか。10個お願いします。どうぞ。言わないでよ。あーぎゃっぎゃっのーすごい、すごい、テンション感はすごい。ありがとうございます。よかったと思う。さあ、じゃあ本題といいますか、本職の方に戻りましょう。竹内さん、すいません。僕ですか。タンスの方ですね。じゃあ、ディレクターが非常にタンスの角気に入ってるみたいなんで、タンスの角に足の小指をぶつけてしまった時のビッグマーク、一つ目お願いします。一つ目、おお、さあそれでは続けて5つお願いします。どうぞ。さあそれではいよいよ10個お願いします。痛い。これではいけない。よかった。これは無理だ。次回6月6日午後3時さあイエスの本音トーク、続いてはこちら。人間の役よりも人間以外の役の方が得意だ。さあイエスのなんでしょうかね。人間以外の役の方が得意だ。では一斉に回答お願いします。分かれた。分かれたね。見事に分かれました。3-3ですね。さあ三ツ矢さんは、はい、まあなんかもちろんって言ったら、まあ、失礼かもしれませんが、はい、人間以外の得意ですか。もちろん、はい、ちょっと間違えましたけど。人間以外得意なんですか。やっぱり人間以外得意というよりも、はい、人間以外の役を振られることが多いです。自分が得意とかどうとかってことじゃなくて、例えば今恐竜の声、トイストーリーで恐竜の声、この高い声で恐竜やったりとか、あとミーアキャットやったりとか、動物系が多かったり、あと自動車もやったことがあります。あのドラえもんのバギーちゃんっていうの、バギーです、僕はバギーバギー、普通こう音声切り替えて帰るんだけど、あと石、あのピーカってワンピースに出てくる石で、バカはピーカ、すっごい高い声で、高い声だなお前って大笑いされる役をやったりとか、あと昔鉄腕アトムのシリーズもので、犬の役だったんですよ。で犬でも漫画の場合はだいたい喋るじゃないですか、日本語、はい、ところがワンワンとしか言わないんですよ、その犬が主役なんですよ。前編にわたってずっと犬ですよ。すごい、思わず拍手します。本当に山寺さんもイエスなんです。まあ、先ほどもちょっと披露していただきましたけども、山寺さん物もできるから、物の音、そうですね。例えば、そっちの方がどっちかっていうと得意っていうか、そこは自信ありますね。まあ、今犬はもう三ツ矢さんがやられたんで、それに対抗する気はありませんけれども、ありませんけれども、あの近未来のお話で意外とシリアスなアニメーションで、あの番犬のようなロボットの
ドーベルマンみたいなの出てきたんですよ。でテストの時ちゃんと自分の役あったんですけど、ふざけてずっとおおおってやってたら、あ、レモさんそれで行きましょうってなって、はい、本当に採用されたことがあります。おおおおおおおっていうのを本当に。でも楽しいんですかね、やっぱりそういう、はい、人間以外のもの楽しいですか。あ、そうですね、あの小さい頃からモノマネが好きで、モノマネタレントになりたいと思っていたぐらいなので、はい、それちょっとできなかったんで声優だったくらいのあれなんで。それに対してどう答えるの正解か分かりません。動物、はい、動物は得意です。あれやって、はい、電話 のなるやつ、携帯のバイブ、携帯のバイブ、はい、すごい、え、すごい、誰か鳴ってるけど、誰か聞いてた、すげー、切って、うどちゃん切って、早くごめんなさい、あ、切れました、すごい、どっから音が出て、これは何、あの声優の仕事でやったことありません。ないんです、宴会芸、宴会芸です、本当の音があるから。でもテレビでは何回も見てますけどね。そうですね、楽器とかね、そういうのは得意ですね。トランペットとかね、トランペットと、あと動物だと鳩ですね、鳩、鳩は難しいよ、これは仕事で使ったことがあります。やってくださいっつって、いやすごいな。それって普段からこういろんなものの声をやってみようって思ってるんですか。そうとか、やれそうかなとか、何かをやった時にあれ、これってあの音に近いんじゃないかとか、ちっちゃい頃からそういうのが好きで、なんか早送り巻き戻しとかね、っていうのとか、これみんなやるけど巻き戻しどうだろうなと思って、逆回転どうだろうとか、あっ、うっ、あれ、そう、あっ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 、むしろいろいろ振りたくなりますけどね。何でもこたつも。いまだに増えていくんですか。ネタが。いまだに家で一人でなんかこう見てて、あ、これと思ってやったりもします。ああ最近あったけど、絶対やっちゃいけないやつ。どんなの。うてやったら問題になるやつでできるんだけど。じゃあやらなくていいです。やらない。この番組をね。やらなくていいですそれは。ちょっと忘れがちです。でもやってるんだ、家でもそうやって。たまにね。披露できる最近。披露できる範囲の最近覚えたやつってあります。最近のなんだろうな、放送できるやつ、放送できるやつ、あのね、できないのしか思い浮かばない。できないだけできないの3つぐらい思い浮かんだんだけど、放送できないの3つぐらい一人でやってる。ちょっとこの番組どれかやっちゃおうかな。いやいやいや、それはやらない。生放送だね、生放送だから。じゃあ竹内さんに移りましょう。竹内さんもイエスとね出してますけど、僕もそうですね、僕は役で言うとドラゴンの役がすごく多くて、多分なんかその人間、その例えばそのあのなんだろう、脳内に喋りかけてる系の私はドラゴンだみたいなのも多いんですけど、普通に普通なんだろう、モンスターとしてのなんか方向とかっていうドラゴンも割とやることが多くて、ドラゴンのとこうわーとかなんかこんな感じでやったりとか、いろいろとやったりしてますね。あとロボットとかもいろいろとやったりしますね。皆さんこんにちは、私はロボットですみたいな感じで、急に別人になりますね。なんか別パターンだと、皆さんこんにちはロボットですとか、こんな感じでやったりとか、なんかよくわかんない振られたりしますね。僕もわかんない。なんかボイスチェンジャーみたいな。あ、ボイスチェンジャー、すごい。私は何もやってないんですし、気がついたらこのカバンの中に入っていて、すごい、すごい、すごい。これもまあなかなか使えるタイミング少ないですけど、やったりしてますね。全部竹内さんやってんじゃないかっていう感じぐらいですよね今ね、本当に。いやいや、ありがとうございます。器用なの上にイケメンですからね。いやいや、やめてください、やめてください。しかもいい声、あの変な感情いるのやめてください。さあ伊勢さんは、ね、脳ですけど、はい、どうですか、人間以外はあんまり得意じゃないですか。いや得意じゃないわけじゃないんですけど、もちろんなんかこうちっちゃな妖精とか、そういうのでなんか
みんなこんにちはとかそういうやつもあるんですけど、やっぱどちらかというと人間の方が得意かな。みんなやっぱり山寺さんとか竹内くんみたいにすごい技を持ってらっしゃる声優がなんかみんな声優できるんだっていう風になんかこう思われることがすごく多いんですけど、お二方がもう本当に天才なだけで困るね。そうそうなんですね、はい、困っちゃう。みんなこういうのができると思われたら求められないから大丈夫そんな求められないさあ、ただそれカモっていうのがあの私が唯一できる動物がカモなんですけど、カモカモあの本当恥ずかしいんですけど、いやいやぜひぜひ、はい、ぜひこれはやんなくてもよかったかもしれない本当にごめんなさい、本当にすいません意外に普通だったらいい話です。あと咀嚼音？咀嚼音？咀嚼音ですか？え、何食べましょう？何でも。何でも。何がいいだろう？じゃあ、汁気の多いもの食べましょう。さあ草薙さ ん、ここまでいろいろ聞きましたけど急に完全に映ってたから今映ってるから、映ってるよ。いやなんかね、楽しませていただいて、僕もあの声優本当やったことあるんで、はいはい、それが一番最初の自分の個人的な仕事だったりとかして、そうなんですよ。なので皆さんのことを本当にリスペクトしてます。本当に休ませていただいてありがとうございます。締め終わる、急に締め始めちゃった。まだ終わんないですよ。でもすごいリスペクトは、ね、伝わりますよね、本当にね、なんか必死だろ俺。さあ幹事さん、幹事、はい、さんも一応ノーなんですね。そうですね、もう伊勢さんが言ったのと同じようにやっぱりこのお二人、三瀬さんを含めて3人の前にするとなんかあまり自分がイエスって言える範囲に入らないなって思っちゃって、まあね、もちろんそれをやる面白みもあるし、その人間のやっぱ心を演じるのが楽しいなっていうのはありますかね。綺麗な感じですね。あれさっきの梶さん、さっき あのいろんな音とかびっくりマークみたいに、普段から練習したりってするんですか、声優さん。あーでもそうですね、あのさっき山寺さんもおっしゃってましたけど、モノマネというか、実際にアニメ見ててもあのそれ自分だったらどうやるかなとか、まあ、日常生活でもあこのぐらいの痛みの時はこのぐらいの声が出るんだなっていうのを覚えておいて、それを実際にこう現場で生かす感じですかね。その進撃の巨人とかも、まあ、実際にはその巨人とね、なんだろう、戦うことはないですし、怪我することもないわけですけど、やっぱそれはこの元々感じた痛みとかをこう自分の中で膨らませて、こういう時だったらこのぐらいの声出るかなっていうベースがあってこそだと思うんで、それをなんか結構覚えておきますかね、普段から。自分にはこの声は無理だなとかもあるの？音域がやっぱりある程度は決まっちゃってるので、それ以上高いとかそれ以上低いってなると出せたとしてもそこでお芝居ができなくなってしまう、そのお芝居の幅が狭くなっちゃうので、それはやっぱりあの無理しすぎない方が結果的に自分のためになるかなって思いますね。ちょっと巨人の声とか聞きたいですけどね、はいはい、巨人側、巨人の声、巨人の声、巨人側、はい、まあそうですね、エレンをやらせていただいてるんですけど、エレンもまあ、ある瞬間から巨人化して あの音はもちろん加工はされてるんですけど、そのベースの音としてはすごい喉を開いて、すげえ、うわすごい、まだまだお待ちいただきます。まだまだ声優企画、さあイエスノートークに続いてはここからたくさんの声を演じてきた声優さんにやってみてほしいチャレンジを用意しました。題して無茶振りボイスで昔話を熱演チャレンジさあ説明させていただきます。声優さんにはですね、桃太郎など誰もが知る昔話や童話を読んでいただくのですが、その中で羽鳥さん、今お手元にいろんな札がありますね、はい、ロボットボイスとかスケボイスとか、そういろんな声を今羽鳥さんが出してます。
で、声の種類の札を次々と無茶振りしていきますので、その都度瞬間的に声をその声に演じ分けて昔話を熱演していただくというのですね。結構大変ですよこれ。だからその流れの中でその声に変えて物語を進めていくという、これはすごいね。さあそれではまずは伊勢マリアさんからいきましょうかね。はい、はい、頑張れ、頑張って、よろしくお願いします。お願いします。いるわ。さあでもあんまり皆さん驚いてないってことは自信があるっていう感じでよろしいですか。いやそうなの、アセントしてるだけ、アセントしてるだけですか。あ、そうなの、集中してるんでしょ。さあ、それではですね、あ、スタンバイ伊勢さんよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。ではお題発表しましょう。お題は桃太郎。ね、なるほど。さあ大丈夫ですか。大丈夫です、はい、ちょっと待って、はい、これと同じ台本がそちらにあるということですよね。そうだと思います。桃太郎のね、はい、そうです、桃太郎です、はい。これ上げる方も難しい。なんであっちが緊張し始めた。緊張し始めた。どこで上げるの。だからあの本当に加藤さんもタイミング見ながら、タイミングがあるからね、分かった。確かに意外に加藤さんも難しいと思います。さあそれではいきましょう。いいですか、参ります。無茶振りボイスで桃太郎、始まり始まり。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。イケメンボイス。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこーどんぶらこーと大きな桃が流れてきました。おばあさんは大きな桃を家に持ち帰り、桃を食べようと桃を切ってみると、なんと中から元気のいい男の赤ちゃんが。泣いてる泣いてる。チャラボイスです、チャラボイス。これはきっと神様がくださったに違いない。ロボット二人は桃から生まれた男の子を桃太郎と名付けました。僕鬼ヶ島へ行って悪い鬼を退治します。すごい。めっちゃおばあさんにきび団子を作ってもらい、いざ鬼ヶ島へ。これがゲスボイスです。ゲスボイス。ワンワン、桃太郎さん、どこへ行くのですか。アホボイス。鬼ヶ島へ鬼退治に行くんだ。それではお腰につけたきび団子を一つくださいな。お供しますよ。オッケー、きび団子をくれたら一緒に行きますよ。つけボイス。桃太郎さん、きび団子をくれたら力になります。ロボットボイス。仲間と一緒についに鬼ヶ島へやってきました。セクシーボイス。みんな抜かるなよ、それかかれ。セクシーだな。鬼のお尻に噛みついてやる。オッケー、背中をひっかいてやる。桃太郎さん、このくちばしで鬼の目をつつきます。かっこいい。あがー、まいった、降参だ、助けてくれ。怒りボイス、セクシーボイス。桃太郎は鬼から宝物を取り上げ、おじいさんおばあさんと幸せに暮らしましたとさ。めでたし。イケメンボイス、ロボットボイス。めでたし。おー、素晴らしい。すごい、はい、すごい。あの、香取さんも本当にお疲れ様でした。いや疲れた。いやこれは難しいですよ。これはロボット好きでしたね。すごい、ね、大丈夫でしたか。よかったですね。よかったよかった。よかったよ、今チームワークよかった今。そうそう、ロボット率の高めで、ロボットでしたか。声優の皆さんどうでした、今ね、実際伊勢さんやるの見て。あれ、あのキャラクターでイケメンとか赤ちゃんわかるんですけど、泣きとか感情も入ってますよね。そうですね。ね、それでセリフの内髪と関係なくそっちでやんなきゃいけない。確実に物語が入ってこないことが分かりました。今
回は皆さんの凄さを伝えるためだけに特化しました。そういうことなんだ、はいはい、ういうさあ、ね、皆さんいかがですか、見てみて、実際にこの妙技をご覧になって、老けボイスでもさ、老け方が違うのもやってたから、うんうん、ね、そうだね、同じやり方じゃないっていうのがまずすごいよ ね、ちゃんと声色も変わるし、うん、もはやね、僕上げててね、あの伊勢さん人とやってる感じじゃなかった、これ上げたらなんかこうスイッチ押すと音鳴るぐらいボイスチェンジャーみたいなのが、うん、すげえな、後半かなり早かったですね、切り替えもね、あれ相当な技術ですよ、僕も大変なのこれ、絶妙ね、あれ相当な技術、めでたしめでたし分割してたもんね、僕ほぼ見てないもん伊勢さんまあさあ続いてまいりましょう、続いては三谷裕二さんにお願いします僕はやる、はい、では移動していただいて、準備の方をお願いいたしますさあ僕やるんですかとおっしゃってましたが、多分すごいもの見せてくれると思いますよ、あるわけねということでお題を発表しましょう、お題は浦島太郎でお願いいたします。さあそして挙げるのは草薙さん、お願いします。お願いします。いやこれツーポンできませんねこれツーポン優しくね、わかりました、そうです、ね、休んでたからさっきまで、あのいやいや休んでないです、これやってもらわないとゆっくりでも構いませんのではい、許してくれよ、さあそれではなんだかもうよく分かっています、草薙さんも準備よろしいでしょうかもはやなんだかよく分かっていないですそれでは参りましょう、なんだかよく分かっていません、無茶ぶりボイスで浦島太郎始まり始まり、はい、昔々あるところに浦島太郎という心優しい漁師がいました。ある日のこと、浜辺を歩いていると一匹の亀が子供たちにいじめられているのを見ました。これこれ、亀をいじめたらかわいそうだよ、ふがしておやり、ギャルボイス、なんで俺が やってないのピッてやるのこれでしょ、これ喋っちゃダメ、草薙さんです、草薙さんに合わせてください、なんか上が変えろみたいな俺が変えるんだから浦島は亀を助けてあげました。するとある日、浦島が釣りをしていると亀が海から出てきて、イケメンボイス、浦島さん、僕はこの間あなたから助けられた亀です。お姫様があなたを竜宮城にお連れしなさいというのでお迎えに参りました。モンスターボイス、竜宮城へ連れてって行ってくれるのかい、それなら少し行ってみようか。さあこちら赤ちゃんボイス、浦島太郎さん、亀を助けてくれてありがとうございます、どうかゆっくりしていってください。セクシーボイスです、浦島、ああ時間の経つのも忘れて、まるで夢のような毎日を過ごしました。アホボイスです、アホボイスです、たた悲しすぎる、泣きボイス、お母さんのことを思い出した、浦島、アホボイス、アホボイスです、そろそろアホボイス、三谷さんアホボイスに変わってます、ありがとう、アホボイスに変わってます、ありがとう、ありがとうございます、これ赤ちゃんボイスですね、残念ですが仕方ありませんね、アホボイス、ではこの玉手箱を持って行ってください。さあ続きまして興奮ボイス、では
この箱は決して開けてはいけませんよ。竜宮城から村に帰ると変わり果てた村の様子に驚きました。アホボイス。セクシーとアホボイス両方出てます。ダメだよ。ミックスもできるの？すごい。ミックス。初めてのミックス出ました。アホってなんだ。ロボットボイスです。どうしていいかわからなくなった浦島は玉手箱。ロボットボイスとアホボイス。開けて見ることに難しい。しました。物語。すると白い煙が出てきて浦島は。浦島太郎はあっという間におじいさんになってしまいました。もっと興奮混ざって終わり。終わり、ありがとうございます。これはかなりカロリーを使いましたね。飯田さん、お疲れ様でした。大先輩、おもちゃにするのやめてください。大御所なんですから、声優界の。なんて二つあるんだよ。大変様、新しいパターンありがとうございます。あー、いいっすよ。両方ってのもありましたけどね。すぐアホの札あげるから。アホ好きだった。タイミングがね、アホが好きだった。すごいな。でも、セクシーは本当にセクシーですね。ああいうのは任せといて。何かの最中みたいだった。ああいうのっていうのは何かの最中。最中じゃないわよ。ちょっとね、出てる時よ、ね、セクシーなアホが最高でした。セクシーなアホ良かったですね。合わせ合わせはやっぱやってくれってすごいですよね。すごいですね。いや事故ですよ今の。つよぽん結構つよぽん結構意地悪。ゆしさんす、みずさん勝手に動かないでください。ゆしさんす、ゆしさんす、優しいから。本当になんかいろんなものが伝わってきました。ありがとうございました。本当にね。はい、いやじゃあ続きましょうか。あ、じゃあ続いて、この後は非常にやりにくいと思いますが、まだやんの石川由依さん、お願いします。いや女性でね、これさあ女性でやっぱりね、女性もこれはね見てみたいですからね。伊勢さんもさっきね見やっていただきましたけど、さあ石川さんはまたどういう感じでねやられるのか、ちょっととまたニュアンスが違ってくるかもしれませんね。きっとすごくお上品だと思う。そうね、私の後だし。それに対して何て意味か分かんないんですけど、そうですね。ありがとうございます。ゴロちゃんが真剣な顔しやすい。そうですね。じゃあ、稲垣さんにやっていただきましょうかね。無茶ぶりはね、難しいね。はい、稲垣さんお願いします。ちゃんとしたいよね。そうですね、ファンでもあるからね。そうですね、うん、なんかリクエストを、これを多めにみたいな、これを多めにみたいなありますか？なんか今までのお蓋でちょっとお好きなの、なんかありますか？石川さん、どっちがセクシーがいいのかギャルがいいのかとか。ああ、でもどっちでもその辺はいけます、いけますよ。どっちでもいけます、わかりました。やれるやれる。お題はウサギとカメでお願いします。さあそれでは参りましょう。無茶ぶりボイスでウサギとカメ、始まり始まり。じゃあ行きまーす。赤ちゃんボイス。カメがゆっくりゆっくり道を歩いていました。そこへう、はい、ギャルボイス。そこへウサギがぴょんぴょんと跳ねながらやってきて、カメくん、あんたは足が遅いね。家に着く前に日が暮れてしまうよ。フケボイス。ごめん、カメは怒って言いました。セクシーボイス。僕だっていざとなればとても速く走ることができるんだ。よし、明日の朝向こうの丘までかけっこで勝負しよう。さあ気についた方が勝ちさ。イケメンボイス。カメは答えました。わかった、受けて立つよ。勝負しよう、競争しよう。興奮ボイス。次の朝、カメとウサギは丘のてっぺん目指して、よーいドン。丘に登る坂道まで来た時、ウサギは振り返りました。カメの姿は全く見えません。泣きボイス。どんなもんだい。大体カメがウサギとかけっこしようなんてバカな話だ。
どれ、ここいらで一休みしよう。サギはその草原にゴロンと寝転び、そのまま眠ってしまいました。カメは随分経ってからウサギのところまで来ました。そして寝ているウサギを見てにっこり笑いながら言いました。アホボイス、お先に失礼。セクシーボイス。そしてウサギはカメに負けたのでした。続いてますよ、セクシー続いてますよ。あ、変わるかな。はい、はい、ありがとうございました。すごい、すごい、すごい。ゴロちゃんセクシー好きだね。いやもうやっぱりね、もう僕にとってバイオレットちゃんなんで、そう参加させていただきましたね。よかった。稲垣さん、顔を含めて本当ありがとうございました。さあ、いかがでしょう。やっぱりすごいですね、皆さんね。瞬間的に上げる方が結構忙しいぐらいですもんね。そうですよね、全部変えたかったんで、一行一行本当はね。いっぱい聞きたかったんで。ちゃんといないですが、真面目に真剣にこれ台本読みながら見てる。そうなんですよ、こうやってこっちやってみなきゃいけないですもんね。はいはい、すごく誠意を感じました。いやいやいや、はい、はい、さあまだまだ続きます。楽しみに。次回6月6日午後3時。さあ、無茶ぶりボイスで昔話を熱演チャレンジ、続いては梶裕貴さんにお願いします。はい、お願いします。さあ、梶さんはご自分で選んでいただいていいんですけど、何にします。でももうウサギとカメが手元にあります。すいません、ありがとうございました、はい、なのでやります。お願いします。はい、恐縮でございます。お願いします。さあ、それでは恋の無茶ぶりは兼近さんにお願いします。はい、さあ、それでは参りましょう。無茶ぶりボイスでウサギとカメ、始まり始まり。亀がゆっくりゆっくり道を歩いていました。そこへウサギがぴょんぴょんと跳ねながらやってきて、泣きです。亀くん、あんた足が遅いね。家に着く前に日が暮れてしまうよ。亀は怒って言いました。僕だっていざとなればとても速く走ることができるんだ、ポンポン。登ったもん。よし、明日の朝向こうの丘までかけっこで勝負をしよう。先に着いた方が勝ちさ。亀は答えました。カリボイス。受けて立つよ、競争しよう。カメとウサギは丘のてっぺん目指して、よーいドン。丘に登る坂道まで来た時、ウサギは振り返りましたが、カメの姿は全く見えません。とんでも、で、どんな問題。だいたいカメがウサギとかけっこしようなんてバカな話さ。どれ、ここいらで一休みしよう。出ました、セクシーボイス。ウサギはそばの草原にゴロンと寝転び、そのまま眠ってしまいました。カメは随分経ってからウサギのところまで来ました。そして寝ているウサギを見てにっこり笑いながら言いました。お先に失礼。こうしてウサギはカメに負けたのでした。おいしい、バイ。ありがとうございます。すごい、すごい、うん、いやー、じゃあお戻りください。もうカジさん、まずイケメンボイス最初まず捕まりましたね。あ、かっこよかった。ずっとイケメンボイスでよかったんですけどね。でも途中で兼近さんが演出してるのが面白かったですね。セクシーボイスもっともっと聞きながらね。はい、よかった。みちょぱさん、いかがでした。今なんか逆に待ってる感じしましたもんね。次来るんだろうみたいな。結構長文があったんで、なんか何個か来るかなとかちょっと待ってたり、もっとチャラボイス来るのかなってなんとなく予想してたんですけど、なんか
いろいろ振ってくださってありがとうございます。いやこちらこそです。なんか余裕があるのかなってだから思いました。本当そうですね。ドンと来いみたいな感じなのかなって。正直あの俺に余裕がなかったでしょ。これ難しいよね、はい、こっちがもう確かにこれ難しいよ。結構そっち DJ ボイス並みなんかこういろいろやることがあるんで。そうですね。あとあの同じもの続かないようにとか、はいはい、セクシーボイスの後に興奮のやつ入れてとか考えながらやってるんで、ね、おー偉い。はい、さあ続いてまいりましょう。山寺宏一さん、お願いします。山寺さんはもう決まってるんですね。決まってるということでよろしいでしょうか、はい、なんだこれは桃太郎をいただきました。桃太郎ということでございます。さあそして無茶ぶりはうどさんお願いします。うどちゃん頼むよ。これ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 ですか。ちょっとさっきはずっと、ね、無茶ぶりされる側だからやばい。俺こうやってあの出したことないんだけど今まで。そうでしょうね。大丈夫かな。多分ないと思います。はい、ぜひお願いします。いやばいよこれ。一応ウドちゃんとは舞台で共演したことが。あそうですね、はい、息は合ってるはずです。コミュニケーションはいいと思うんですけど、はい、お世話になりまして、はい、ありがとうございます。それでは参りましょう。アムル君俺に言ってくれる。俺あげるからそれを。めんどくせえよ。一回そう言って後悔。どうですか。あげなさいよ。ああの自分で考えてください。自分で考えて。絶対ジタバタしそうだもん、はい、バタバタしそうだもん、うん、バタバタ。いや知っちゃダメだよ。ウドさんよろしいですか。山田さんが言ったらあげますよ。え確かに違う違う。ウドちゃんがあげたら俺がやる。ウドさんが指示出すの。指示出すの。ウドちゃんが先に、はい、やっとりやさん大丈夫かな。大丈夫ですか。若干不安でありますがそれでは参りましょう。無茶ぶりお願いします。桃太郎始まり始まり。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがいたんだ。おじいさんはやべえしばかりに、おばあさんは川へ洗濯に行ったんだ。おばあさんが川で洗濯してるか。ダンブラかダンブラこと大きなもの。泣き声です。おばあさん大きな桃を家に持ち帰って桃を食べようと桃を切ってみると、なんぞ、なんぞ、決死の女、男の赤ちゃんよ。セクシーボイス。これはきっと神様がくださったに違いない。二人は桃から生まれた男の子。桃太郎と名付けたんだよね。桃太郎そうだよな。名付けたんだよな。僕ね、あの鬼ヶ島行って、あの悪いようにたんじします。おばあさんにロボットボイス。君やべ団子を使ってもらい、いざ鬼ヶ島へ。わん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 、桃太郎さんどこへ行くのですか。鬼ヶ島、鬼大変ポップと行くんだ。パプパプ、それではお菓子につけたきびだんご一つ食ってちゃいな。おとこちまっちゅよ。うどちゃん笑ってます。きびだんご、きびだんごくれたの。一緒に行っちゃう的な感じの。ウケボイス、ウケてるかな。もむてらせ、きびだんごをくれてれ、力になるよ。仲間と一緒に、ついに鬼ヶ島やってきました。今分かんないよ、金かかれ。アーマノカーン。ウドボイス、終わりました。ウドさん、終わりました。終わったよ。終わりました。終わりました。おしまい。ありがとうございます。では山寺さんお戻りください。はい、最後のモンスターも含めてありがとうございました。ウドさんも、いやもう喜んでたの。ウドちゃんはやりたい放題ですよ ね、はい、どうでした。いや不可能はないですね山寺さんに。そうですね本当に。いや僕がね逆に引き出されましたよ。そうですね。大して引き出てねえよ。いやでもね、やっぱり皆さんすごいですね。すごい、うん、気持ちで頑張りました。気持ちで。なんか途中から出すのか出さないのかがこう分かんないから。そうですね。特にこうだから。
アホボイスが完全にウドちゃんでしたけど。そうです。さすがです。でもちゃんと原稿が進んでるのがすごいなと思います。原稿が。さあ続いては竹内さんお願いします。イエーイ。この中で最年少なのになんで取りやんなきゃいけないのか。そうですね。全く分かんないですよ。さあということでございまして、これは続いては凛太郎さんに無茶ぶりお願いします。あ、お願いします。はい、さあ、こちら竹内さんにやっていただくのは、やはりこれは何になってます。これはもう桃太郎になってます。じゃあ桃太郎でいきましょう。はい、さあ凛太郎さんの準備をね、今整ったら進みます。はい、真剣すごいです。結構こっちがプレッシャーみたいです ね、 結構ね。いや、こっちが難しいですよね。はい、頑張って答えるんで。さあそれでは参りましょう。無茶ぶりボイスで桃太郎、始まり始まり。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山系芝刈り系に行って、おばあさん系は川系洗濯系に行ったらしいよ。おばあさんが顔で洗濯をしていると、どんぶらこうどんぶらこうと大きな桃が流れてきました。おばあさんは大きな桃を家に持ち帰り、桃を食べようと桃を蹴ってみると、なんと中から元気のいい男の赤ちゃんがセクシーボイス。これはきっと神様がくださったに違いない。二人は桃から生まれた男の子を桃太郎と名付けました。僕、鬼ヶ島へ行って悪い鬼を退治します。おばあさんにきびだんごを作ってもらい、いざ鬼ヶ島へ。モンスターボイス。ウェンウェン、桃太郎さん、どこへ行くのですか。タラボイス。鬼ヶ島へ鬼退治に行くっしょ。タラボイス。泣きボイス。それでは、お腰につけたきびだんごを一つくださいな。お供しますよ。怒りボイス。うけー、きびだんごをくれたら一緒に行きますよ。桃太郎さん、きびだんごをくれたら力になります。仲間と一緒についに鬼ヶ島へやってきました。アウトロー。鬼の後ろに噛みついてやる。ロボットボイス。うちち、背中をひっかいてやる。ゲスボイス。ムムタロウさん、このくちばしで鬼の目をつきます。あー、まいった。もう真面目に降参助けて。鬼ヶ島は鬼から宝物を取り上げ、おじいさんおばあさんと幸せに暮らしましたとさ。めでたし、めでたー。ありがとうございます。すごい。さあ、竹内さん、すごい。竹内さん、渾身。ちょっとすごかったですね。すごい声の種類があるんだね。驚いちゃった。三谷さんが驚いてるのがすごく説得力ありましたね。僕2色しかないから、この名だたる皆さんの後にあるから、もう必死でしたよ本当に。いや、もう素晴らしかった。ある日でしょう。結構三谷さん驚いてましたよね。なんかセリフをちょいちょいキャラに応じて変えて、はい、というか語尾みたいなの変えてるから、ね、すごいし、リンさんも何より上手。めっちゃやりやすかったです。すごいいいコンビだった。これこうやって出してくれるから、もう俺この人になろうかなって思いましたよ。チャラさに見合わぬ丁寧さでした。恥ずかしいよ。いいプレイ、いいプレイ。僕もやりやすいんです。これ見ながら瞬間的に僕が合わせてるんで、ウドちゃんの時はほとんど追えなかった。僕もね、ちょっとわからなかったです。そうですね。何出してるかね。ちょいちょいちゃんとね、金塚さんチャラボイス、金塚さんも入ってたし。え、どう、やっぱ瞬間的に切り替えるんですか、頭を切り替えるんですか、どういう風にしてるんですか。そうですね、なんかでもまあ落語じゃないですけど、やっぱある一定の流れを保ちつつ、どういう風に展開していったらこの後面白くなんか盛り上がりどころがつくかなみたいな、そういうのをそこまで考えてって感じですかね。もう普通に今イケメンボイスを答えてもらいましたね。セクシーもね、男性のセクシーをね。そうでしたね。ありがとうございます。さあ、じゃあせっかくなんで、かねちさんも
やってみますか、こっち側を。やってみましょうか。やりましょうか。あっちを。そうですね。はい、え、あっちをですね。あっちを。そうそうそう。見せたかったんで、実力を。うん、だから、これでどれだけこちら側がすごいかというのが分かると思うんですよね。最後に、最後にそれ最初にやるべきですけどね。そうだよね。無茶ぶりはみちょぱさんお願いします。俺が最初にやったらよかったんだけど。最後の締めで俺、見てる人も気持ち悪いだろうな。演技は、いや、演技とかは。いや、演技の仕事も、ドラマとかも出たことないですよ。もしかしてでもこれでね、広がるかもしれないから。オーディション、オーディション。ってことはもう完全に声優も初めてということですね。そう、まあでも週一で自分の番組で遊びでやってる。そうか、そうか。さっき聞きました。はい。さあ、どの話にしますかということでも決まってますか？どうでしょう？ウサギとカメが。ウサギとカメでいきましょう。はい、ではみちょぱさんも準備整ってるようです。はい、では行きましょう。あ、ちょっと待ってください。はい、どうぞ。なんかプロっぽかったです。さあ、それでは参りましょう。無茶ぶりボイスでうさぎとカメ、始まり始まり。カメがゆっくりゆっくり道を歩いていました。そこへうさぎがぴょんぴょんと跳ねながらやってきて、カメくん、あんた足が遅いね。家に着く前に日が暮れてしまうよ。ロボットボイス。カメは怒って言いました。セクシーボイス。僕だっていざとなればとても速く走ることができるんだよ。怒りボイス。よし、明日の朝向こうの丘までかけっこで勝負しよう。先に着いた方が勝ちさ。神は答えました。分かった、受けて立つよ、競争しよう。まあまあ、いいよいいよ。次の朝、亀とウサギは丘のてっぺん目指して、よーいどん。丘に登る坂道まで来た時、ウサギは振り返りましたが、神の姿は全く見えません。アウトローです。どんな問題？だいたいカメがウサギとかけっこしようなんてバカな話さ。泣きボイス。それここらで一休みしよう。アウトロ、アウトロです。ウサギはそばの草原にゴロンと寝転び、アウトロ、アウトロ、アウトロボス。そのまま眠ってしまいました。カメは随分経ってからウサギのところまで来ました。そして寝ているウサギを見てにっこり笑いながら言いました。お先に失礼。こうしてウサギはカメに負けたのでした。アウトローボイスわかんない。ずっと出てるけど。ありがとうございました。アウトローいいよ。いや、何かわかんないからなんとなくでやったけど、最初に出た時点で止めたかったですよ。アウトローわかんなかったです。アウトローボイスって何と思いながら。でもすごい最初の、すごい、はいはいはい、すごい上手で上手かった。やっぱ結局遊びが仕事になる時代なんすかね。最後チャラーボイス。チャラーボイス。さあ、まだまだ続きます。声優企画Coming up! さあ、続いては7人メンバーがあの名作アニメでアフレコチャレンジ。さあ、皆さん先ほどのトーク企画で声優さんの凄さ、魅力が分かっていただけたと思います。ここからは稲垣さん、草薙さん、香取さんにアフレコにチャレンジしていただきます。しかもですね、今回大人気名作アニメにアフレコで、今回ね、この映像の使用許可、なかなか大変かなと思ったんですが、まさかの普通におりました。すごい、映像も見れる。そうなんです、さすが新しい地図のお三方のおかげだと思います。これは、あっさり許可が下りたということでございまして、さらにゲストの声優さんたちにもアフレコに出演していただいて、7人メンバーと名作アニメでなんと共演と、まさに夢のアフレコ企画が実現しました。
まずはでは声優さんにアフレコのお手本を見せていただきましょう。まだ移動していただきました。なんと進撃の巨人のワンシーンで梶裕貴さん、そして石川由依さんに今目の前で生アフレコを披露していただきます。言うたら本物です、そうなんです、進撃の巨人、実際にやられているお二方にお願いできるということですね。さあそれではお二方準備よろしいでしょうか。はい、お願いします。では、はい、生アフレコお手本を見せていただきましょう。それでは進撃の巨人生アフレコお願いします。私に生き方を教えてくれてありがとう。何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも、ガチで鳥肌立ったね。鳥肌立ったね。いやすごい。さ、ね、ありがとうございました。乗り移ってたね。香取さんいかがでした？生で見てみて。すごい。すごいわ。俺が急にこのお芝居のさ、はいはい、クライマックスを演じるわけじゃないですか。はい、それがすごいですよね。あの芝居って考えても。だってそこまでずっと行くわけじゃなくて突然ですもんね。そう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 、舞台とかさ、やっぱ我々がやってる演劇だったらさ、順序があるじゃないですか。はいはい、そうだよ。ここだけってきっとアフレコの仕事もありますよね、多分。そうなんでしょうね。ね、すごい。いやー、すごかった。カジさん、石川さん、今演じてみて、急にですけど、大丈夫でした？いかがでした？いや、まあ、この前のちょっとエレンが感情を爆発させるシーンがあって、それを受けてのミカサだったので、ここからやるのって実は初めてだったんですけど、まあとはいえやっぱこのシーンって本当に積み重ねがあってのね状況なので、すごく入るの難しいんですけど、でまあ急にそのとあるシーンからもうクライマックス、感情ピークのところからやれるっていうのもやっぱ声優の技術の一つだと思うので。絶叫とかどうなんですか？そうですね、絶叫って繰り返したら絶対どんな方でも喉って、そうですね、喉に負担かけない叫び方っていうのもあって、それはその、まあ、ギャグとかコミカルな作品とかだと、まあ、使ったりするんですけど、まあ、今みたいにその、まあ、人の生き死にを描いてるようなものは、ね、ね、もうそこは次のことは考えずに、あえても喉が壊れそうだなって聞いてる方が思うぐらいの声を出した方がやっぱ感情は伝わると思うので、すごい、でももうそこに全てをかける感じ、潰しちゃダメですもんね。そうですね。石川さんどうでした？今やってみて。そうですね、さっき歌手さんが言ったように本当にここから始めるのは初めてだったんですけど、でも私たちもこう結構ゲームとかでコラボとかでもいろいろアニメで演じたシーンをここだけ切り取って演じるみたいな機会があるので、本当は本当に積み重ねていった方がいい芝居ができるのはもちろんなんですけども、そこだけで演じられるように一応訓練というか日頃やってはいますね。いやすごい、はい、基本的に順撮りなんですか？オープニングから最初から撮っていくもの。基本的にはそうですね。で、まあ、演出をいただいて、ここはもうちょっとこういう風に変えてほしいっていうところが、まあ、テストを経てリハーサルを経て本番で生まれたら、そこをそのシーンをやり直すとかっていうのは
ありますかね。でもやっぱ忙しい方とかだと本当に時間がもう1時間しか取れないですって方だと、じゃあもうそのシーンだけをじゃあ今先にとかっていうのもまあ一応あったりするので、確かに瞬発的にそのシーンを再現するっていう能力も今は結構必要になってきてはいるかなと。クライマックスすごい。さあそれでは7人メンバーがアフレコチャレンジなんですけども、今ですね映画シン・エヴァンゲリオン新劇場版も絶賛公開中で話題になっているエヴァンゲリオン新劇場版シリーズのワンシーンに皆さんには挑戦してもらいます。その映像許可も降りたの？そうなんですよ、今公開中でしょ。ということでございまして、今ねご覧いただいてますけども、まずは稲垣さんに挑戦してもらいましょう、はい、どんなシーンなのかこれからまずはご覧になっていただきます、はい、あ、出ますか、はい、どうぞ。シンってことね、シンジってことね、やるところ。いや、どうだい、たまにはデートでも。僕男ですよ。ノープロブレム。愛に性別は関係ないさ。冗談だよ。ほれ。さあということで結構ハードル高いですねこれね。そうなんです、セリフじゃないところも最初にやっていただいてびっくりマークみたいなところもね、演技芝居結構多いですねこのシーンは。これは歯歯のシーンですね、エヴァンゲリオン歯、歯9のシーンであって歯の、はいはいはい。さあということで、山寺さん演じる梶良次と主人公碇シンジの2人のシーンですね。で主人公シンジが梶良次に、まあ、からかわれているようなシーンなんですけども、なんと今回梶良次役やってくださるのはいいんでしょうか、ご本人山寺さんお願いします。やらせていただけるんですか。よかった、本物竹内くんで行こうとかったらどうしよう。いやこっちの方がいいです。そうだってなったらどうしようって。なる。本物でお願いします。はい、わかりました。今日やったことあるんで。いやーこれはちょっとね、興奮の本物との共演ということでございますね。さあ、ではまずね、稲垣さんでやっていただきましょうか。はい、山寺さん、あえて言うとこのシーンの演技のポイントを教えてください。どういうところ気をつければいいですか。あ、そうですね、やっぱシンジ君は非常にこのナイーブというか、うん、悩み大きい 10代なので、はい、その繊細な部分とか、はい、でも家事に対しては信頼もしているという、うん、そのでもその戸惑いとかそういうものなんですかね、うん、まあ、シンジを演じたことないんでちょっとあれなんですけど、これセリフないの難しいですよね。そうなんですね、多分難しいので一回さリハーサルしてみましょうか。一回じゃあリハーサルしてみます、お二方で、ね、うん、さあそれではまずはリハーサルから参りましょう。ではお願いします。どうだい、たまにはデートでも。僕男ですよ。ノープロブレム。愛に性別は関係ないさ。冗談だよ。ほれ。難しいですねこれ結構ね。難しいね。稲垣さんのリハやってみていかがでした？え、リハやってみてできそうですか。どうでしょう。いやもう全然できなそうだよね。みんな分かってるよねそれはね。でもね、結構ねすごい良かったですよ最初の頃。ポイントはあんまり、でももう練習しないでやっちゃった方が、うん、まあ、じゃあ行きましょう、本番です次。もう教えてくださいポイントを。じゃあ近づけられてそれまではこう息遣いです、あーっていうこの廊下が映ったところでね、あーってそこ絶叫になるのかな。あ、最後ですよね、されると思ったらキスされるのかなと思って、あーっていうところ。あ、なるほど、ね、だけはもうその後怒るっていう。そうですね、はい、これ冷たさに驚くと難しいですよね。そうですね、さ、演技指導も入りました。では本番参りましょう。では本番お願いします。いや、どうだい、たまにはデートでも。僕男ですよ。
No problem. 愛に性別は関係ないさ。冗談だよ。ほれ。稲垣さんお戻りください。いや すごく良かったんですよね。良かった。上手。稲垣さん、どうでした実際やってみて。すごく良かったですけど。いやいやいや、なんかでも、もうちょっと少年っぽい感じが出したかったですね。うぶな感じをね。すごい向上心。すっかりやる気になってます、稲垣さん。さあ、じゃあ今見たのを、まあ、稲垣さんもじっくり見ていただくためにプレビューしてみましょうか。映像だけで、はい、実際に、じゃあこの出来上がったものを見てみましょう。こちらです。これは贅沢だね。いや、ごめん、たまにはデートでも。僕男ですよ。 No problem。 愛に性別は関係ないさ。冗談だよ。ほれ。おお。嬉しい。さあ、山寺さんいかがでした？いや、すごく良かったです。良かったですか？いや、これ嬉しいですね。これ真珠ですよ。僕も良い人の男以来の共演で嬉しいです。いや。ありがとうございます。いただきます。楽しみ。次回7人は6月6日さあ、7人メンバーアフレコチャレンジ、続いては、まあ、イケメンボイスでおなじみ天野さん、お願いします。イエーイ。あんまり声は自信ないですけど頑張ります。かっこいい。さあ、それでは同じシーンを演じていただきます。では山寺さんに引き続きお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、今回はリハーサルございません。いきなり本番からです。よろしいでしょうか？さあ、それではいきましょう。7人メンバーアフレコチャレンジ本番お願いします。いや、どうだい、たまにはデートでも。うん、僕男ですよ。 No problem。 愛に性別は関係ないさ。冗談だよ。ほれ。よし、使ってみましょうか。マジでうまい。天野さん、お戻りください。すごい。浜田さん、今まず自分でやってみてどうですか。恥ずかしいです。すごかったですよね。すごい出すな。100点じゃない。さあ、それはしかも見ていただけますかね、だから。あ、はい、大丈夫ですか？はい。さあ、それでは今のシーン、天野さんバージョンプレビューお願いします。どうぞ。よ。どうだい、たまにはデートでも。うん、僕男ですよ。 No problem。 愛に性別は関係ないさ。冗談だよ。ほれ。声優の皆さん、いかがでした？今の天野さんの演技いかがでした？いや、息遣いすごい上手だった。息遣い、うん、あと、あーの時はやられちゃったかなっていう気がちょっとちょっと受け入れた声で、ね、そうちょっと受け入れちゃった声で、もう三谷さんならではの感想ありがとうございます。本当に。さあ、伊勢さんは今いかがでした？天野さんと以前、はい、そうなんですよ、ハンターハンターで、はい、映画で、そうなんです、はい、映画でゲストで声優で出演してくださって、はい、その時にご一緒させていただいてるんで、はい、もうさすがでした。さすがですね。ありがとうございます。でもやっぱどう、自分でご覧になっていかがですか？いや、でも息だけとかああいうところも確かに多いんですけど、はい、そこだけを抜粋されるとやっぱりちょっと焦りますね。でもできてましたね、連続は。さあ、石川さん、今率直な感想をお願いします。
私たちでもこんな短時間でこれやってくださいって言われたら結構難しいんですけど、本当にちゃんとハマってて、こっちまでなんか見ててドキドキしちゃいました。なんかキュンとしちゃいました。嬉しい、すごい。ちょっとさあ続いてでは草薙さん、お、じゃあお願いします。お願いします。さあ草薙さんの怒り心事が聞けるということでございまして、すごいな、こちらも楽しみです。そして山寺さんに引き続きお付き合いいただきます。お願いします。毎回同じクオリティで山寺さんもすごくないですか。毎回一緒って、毎回同じクオリティで、別に録音してるわけじゃないですからね、毎回ダブルで相手が変わってもね。さあ草薙さん、いかがでしょう、意気込みは。やってみます。ありがとうございます。イエイ。では今回もリハーサルなしの本番ということになりますね。さあそれでは草薙さんのアフレコチャレンジ本番です。お願いします。はっ、いや、どうだい、たまにはデートでも。僕男ですよ。 No problem。 愛に性別は関係ないさ。冗談だよ。なんだよ冗談って。ほれふざけんなよ。イエーイ、ナイスアドリブ。喋ってないよ。ダメだよ、どうぞ。喋ないよ。草薙さんかなりアレンジしてますよ。やりやがった。あれはつい出てしまった。ちょっとあの気持ちがアドリブで、アドリブでね。ニテラさん、ちょっともう今のはね、ちょっとやられちゃってましたよね。ちょっとね、アドリブとして今だからナイスアドリブ、はい、本番だったらやっぱ叱られちゃうけどね。ちょっとつかみで、つかみで。でも今日初日で初めての監督とかだから、そうそうそう、ちょっとなんかこう和ませる。こういうつもりで内面的にはいるから、本番やるときはこの内面をんとかあで表現しますよっていう、その最初のリハーサルって感じ。最初の。マジで本当に普通に解説いただいてありがとうございます。とんでもございません。では早速プレビュー見ていただきましょう。こちらです。はっ、いや、どうだい、たまにはデートでも。僕男ですよ。 No problem。 愛に性別は関係ないさ。冗談だよ。なんだよ冗談って。ほれふざけんなよ。今草薙さん、改めてご自分の映像でご覧になっていかがでした。いや、ね、でもなんかまあ本当に、うん、なんかその絵に余ってたんじゃないかな。はいはい、はい、心の声だよねあれね。そう心の声ね、心の声ね。実際あれをだから、あれをだからこう息にしないといけないですね。みちょぱさんいかがですかね、見て。いや、なんか途中から本当ちょっととか言うから本当になんか想像できちゃって。いやでもすごい、ある意味リアルだったよ ね。いやでもね、こうやって多分ね、3人目だったからこそ、こうやってちょっとオリジナリティ出してたのもすごいアドリブで考えててすごいなと思いました。確かに中でふざけないって言ってるでしょうしね。なんか伝わりますよね。さあ山寺さん、ずっとね、お付き合いいただきましたけど、総括でいかがでした。いや、今草薙さん、この間ミッドナイトスワン見てあんなに感動したのに、はい、したのにってことだよね。したのね。なおさらすごい感慨深かったです。そうですね、嬉しかった。はい、こちらこそありがとうございます。あの名作のアフレコです。お楽しみに。6月6日は3時から7時。